皆さんこんばんは、在宅歯科カレッジです。本日は大塚製薬さんですねから出しているアイートたぬきうどんを実際に開けて食べてみようと思います。では実際に開封していきますね。よいしょよいしょ、開けると、よいしょ、こんな感じですね。冷凍になってます。で、ここに書いてある電子レンジで加熱 200W 7分ですね。じゃあちょっと温めてきます。はい、というわけで電子レンジで温めてきました。うちは 200W がちょっと存在しないので 300W 3分でやったんですけど、まだやっぱり解凍ができていなかったのでもう少し余分に足しています。意外と電子レンジによって解凍速度が割と遅いので、ちょっと確認しながらやるといいかなと思います。で、解凍したてで完全に封を切るとこんな感じのとろみ具合ですね。もう全体的にあんかけのうどんみたいな感じになっています。で、まあ上に天かすが乗ってるような感じですかね。はい、これは掴めますね。掴んで、ちなみに潰れるかというと、うん、まあ簡単に潰れますね。一回食べてみます。うん、ベロで押しても潰れる形ですね。で、実際にうどんに関しては、まあ、このぐらいの短い感じですね。よいしょ。うん、まあ、こちらもベロで潰せる感じ。まあ、ちょっと茹で時間が長かったかなみたいな感じの感じですね。うん。で、まあ一応こう、前はちょっと加熱しすぎてボロボロになっちゃったんですけど、今日は割と適正時間でいけたので、そうするとお箸で掴むことができますね。うん、味は出汁が効いてて美味しいですね。ちょっと片手でやるとね。でもまあ多分おそらくなんですけど、やっぱりスプーンですくった方がすくいやすいですね。まああんかけのうどんっていう感じですね。味はとても美味しいので食べやすいと思います。一応これアイートの中では割と最新の商品になるので、もしまだ召し上がったことがない方はぜひぜひ取り寄せて召し上がってみてください。やはりこう麺類長いとそのまま飲んでしまって肺に入ってしまったりとかいう方も実際にいるので、まあご自宅でうどんちょっと加工するのが大変だなっていう方はこういった商品を使ってみるのもいいと思います。という形で感想動画でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いいたします。